と言っていたのをちょっと小耳に挟みましたので、はい、そう、あんまり読まない今が、あ、でも最近読むようになりました。はい、私は小説を基本的に書いたいから、うん、小説をゆっくり読むために、うん、最後に小説を買うのね。そうなんですか。あ、そうそう、ここは結構専門書みたいなのもたくさんあって、ああ好きなコーナーがあるんだけど、はい、ここなんです。え、結構ね、デザインとか広告とか好きで、はい、めっちゃ面白いよ。とかこの前見てた、何ですか。これは写真家さんがいろいろ載ってて、写真家さんが2018年したお仕事とかが載ってて、ちゃんとこういう電話番号とか載ってて、すごい。そう、めちゃくちゃ見るの超好きで。え、いいですね、これ。面白そうでしょ。だからこういう方とお仕事してみたいなとか、うん、なんかこの写真とかさ、結構こういうの見るの好きでさ、好き。私が今一番ハマってるものがあって、本当なんですけど、すごい、めっちゃ面白いよ。本当にこういうのが大好きで、好きな文字があって、あるかな。そういうの見たりして、めっちゃマニアックだからさ、そうなのよ。いろいろあるですね。いっぱいある。ね、どうやって考えてるのかなと思って。確かに、どうやってデザインを考えてるのか。そう、めっちゃ思うの。なんかあまりさ、こう二人とかで話す機会ないからいいよね。そうですね。あ、ここです。おいしそう。すごい好き。何が好きなの、ご飯。え、もうなんか、なんだろう。ご飯があればいいって感じ。一番好き？全部欲しい。ね。好きな、一番好きな食べ物は何なの？私ハンバーグが一番好きなの。可愛い。ハンバーグなんだ。はい。へえ。パンだパン。あ、美味しそう。満足に多いですよね。え、めっちゃ多いよね。なんか、平子もいるか。え、こういう、そうなんだ。渡辺美穂がすごいパンが好きで。あ、そうなんだ。いつもなんかみんなと戦ってます。パン好きを。そうです。へぇ、お家で料理する？しないです。だよね。私もしない。なんかさ、自分でさ、材料買いに行ってさ、調理してさ、で自分で食べるわけじゃん、はい、なんか面倒くさくなっちゃう。そうですね。そう、家族とか一緒だったらさ、なんか簡単に家のものならやりたいなって思うんですけど、マリアさんってずっと入れるからね。なんか時間がある日とか、普通に本屋さん行って時間過ごしてから行ったりとかして、はい、そうなんだ。わざわざ見つけて近くの、すごい。そうなんだね。なんか人見知り？人見知りです。あんまりなんかさ、今日わちゃわちゃしてるイメージがなんか意外と人見知り。あ、そうなんだ。かわいい。いやいやいや、こっちのセリフや。あ、ここは旅行コーナー。あー、待って、こういうの大好き。あ、すごい、どこだろう。イタリアだ。めっちゃ綺麗。なんか広いね、世界は。東京案内とか、案内っていうか、東京結構行った一人で。でも、そんなに行ってないよ。本当、なかなか行けないよね。海外も行ったことないんですね。あ、本当に？はい。私も全然ない。え、すごい。めっちゃテンション上がる。ヨーロッパ。ね、一番どこに行ってみたいの？どこだろう。フランスとか行ってみたい。行ってみたい。いいよね。
部屋ね、なんかさ、リッカーの写真集、パリだったじゃない、うん、めちゃくちゃ綺麗でさ、びっくりしましたね、いいな、すごい綺麗なんだ。私、長崎に行けたんですね。え、ほんと行こうよ。え、めちゃくちゃおすすめ、すっごいおすすめ。じゃ、なんか街並みがすごい好きで、ほんとに、はい、嬉しい。こっちはね、写真集とか洋書があるんですけど、すごい、プロワイドだって、プロで撮ってるね。1980年って生まれてないでしょ。生まれてないね。え、何年だね。2002年。最近や。2002年なの。はい。わぁ、悲しい。かわいい。フィルムカメラもすごいですね。1980年、30年前ぐらいか。へえ、あ、すごい綺麗。何のお仕事が一番好き？でも、ライブやってる時が一番楽しいです。そうなんだ。いいね、ライブ最近めっちゃしてるもんね。はい、もう毎日楽しくて。何か見つけましたか？伊坂幸太郎さんの本好き。あれドラマ化だって。でもこういう帯の言葉とかも結構気にするかも。あ、そうそう。わかる？結構さ、それ。ポットとか見て。めちゃ面白い。え、なんだろうね。なんか大事だよね。なんか本屋さんにずっとなりたくて、今もなんだけど、本屋さんになりたくてすごい憧れる。いいですね。帯とかさ、ポップとかさ。面白い。エッセイだった。エッセイも好き。あ、そうなんですか？そう。なんかさ、作家さんの口調っていうかさ、なんかブログっぽい。何がいいかな、何が面白いの、ね、やっぱこういう昼染めちゃんしてるの見ちゃうよね。わかりますね。なんだかんだ。これ読んだな。これなんか湊かなえさん、有名じゃない、なんか湊かなえさんで初めて読んだ本が食材で、小学校の時読んだんだけど、内容が結構大人というかすごい描写も結構激しい部分とかもあって、結構ね、トラウマなんだ。衝撃受けちゃった感じですか。もう一回読み直したい、こういう。でも読んでみたい。おすすめで、確かいろんな話がいっぱい入ってたはずなんで、そうそうそう。これも大好きだった。読んだ？読んだことないです。なんか、辞書を作る。誰かのね、話だった。これも結構好き。これもめちゃめちゃ多分読む。アニメとか、これかな。あ、これめっちゃ気になった。え？すごい気になった。そうなの？ネタ買おうかすごい迷ったんです。え、本当に？え、面白そう。うん、これすごい気になって、でもなんか買いすぎちゃって。あ、そうなの。買いすぎて読めないなと思って。確かに、一旦そこ保留で。あれだったんだ。え、いいね。まあ、ダメハスもなんだっけな、本日はお日柄もよくっていう本を書いてるしって、それも貸すね。めちゃくちゃおすすめ。普通に。もう、ありがとうございます。いっぱいいっぱいあるから、本当に。もともと図書館派だったんだけどさ、東京じゃ会社に行く時間とかもないからさ、結局買っちゃうんだよね。ということで、一冊選びました。こちらです。原田マハさんの奇跡の人という本に決めました。決めました。ね、面白そうだった。すごい気になってたやつなんで。そう、なおちゃんも気になってたやつで。よかったね、本屋さんのお店に。結構なおちゃんもいっぱい本知ってたからね、また行きたいなと思いました。またねー。めっちゃカラスなんですけど。バイバイ。あ、ここでした。あ、何？あ、待って。嘘でしょ？見る？カラスがいない。え、カラスがいない。かわいい、カラスがいない。まさかの。カラスがいます。あ、いつか。